2017年夏、沖縄。松濤館流の師範である中達也は郷中流の道場にいた。武術としての空手を探求する中には願いがあった。さまざまな流派の技術を一から学びたい。自分の知らない空手に出会いたい。そのために会いたい男がいた。沖縄郷中流の比嘉女森生だ。郷中流の原点は沖縄古来の武術ティーと中国武術にある。その古の姿が比嘉女の空手に残っている。上段中段下段決まってきて、おそう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 いいですよ、そうそう、あ、もう一回ちょっと見てください、はい、色は、はい、あのね、最初は固定して、この動くんですよ、動いて、これで抵抗して、はい、で目閉じてもできるように、すぐ固く、それからこうして指を振る、わあ、僕も裏手にしたら、もう手を振ってこう、何点も、また逆を、足かけることで、目閉じてもできるように、これで蹴ったら、かける。そういう連続かけというですね、終わらないんですね、どん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 下がっていく、うっちぇ引いてるんですよ、はい、うっちぇ引いて、うっちぇ引いて、あの終わりぐらい、あ、はい、終わりぐらい、次でずっとやる、はい、空手は一つではない、だから面白い、だからこそ深い。さあ、あなたも中達也と一緒に体験しよう。大いなる遺産、空手の流儀。